ウェストミンスター大聖堂ウェストミンスター大聖堂は、イギリス、ロンドン、ウェストミンスターのフランシス通り42番チェス W1 に位置するカトリック教会。ウェストミンスター大司教区の司教座聖堂であり、イングランド及びウェールズで最大のカトリック教会である。19世紀後半、ローマ教皇庁とイギリス国教会の関係が改善され、 イングランドとウェールズにおけるカトリック教会が正式に復興し、司教らが再び着任した。1865年に亡くなった初代ウェストミンスター大司教、ニコラス・ワイズマンを記念する大聖堂の建築が企画され、各地で資金が集められた。新教会の用地は1884年に、ワイズマンの公認であるエドワード・マニング大司教が取得したが、 2度にわたって建設計画は頓挫した。その後の1895年にマニング枢機卿の後任である第3代大司教ハーバート・ボーン枢機卿の時代にようやく建設が始まった。設計はジョン・フランシス・ベントリーであった。大聖堂はベントリーの死後の1903年に完成したが予算の不足から内部装飾は予定通りに完成せず現代に至るまで 未完成のままである。また未完成の教会や夫妻を返却していない、教会道の封建を認めないという教会法の規定により、同聖堂の剣道式典は1910年6月28日を待たなければならなかった。1982年、教皇ヨハネ・パウロ二世は6日間のイギリス訪問の初日に、この大聖堂を訪れて、ミサを立てた。1995年には、 ウェストミンスター大司教ベージット・ヒューム・ス機キ教の招きに応えて女王エリザベス2世が大聖堂を公式訪問して典礼に参加した。イギリスにおいて現役の君主がカトリック教会を公式訪問するのはヘンリー・パス・スイ以来のことであった。聖堂内部ビザンティン様式の建築家、ジョン・フランシス・ベントリーの手によるこの大聖堂は極めて特徴的な外観を有している。 その中の最たるものが、オード系統、セイドワードタワーそして、前面の美しいアーチと柱の組み合わせである。神道は、イングランドの教会では、随一の広さを誇り、また祭壇は、神道から見て1.5メートル上部に位置しているため、どの席からも、印象的なモザイクが施され、ライトが灯された、大理石製の飾り天外とその下の祭壇を、拝み見ることができる。 祭壇上のアーチに掲げられるイエス・キリストの大十字架は長さが10メートルある。十字架の正面にはキリストの姿が、そして裏面には嘆き悲しむ聖母の姿が描かれている。モザイクで飾り付けされた大理石製の大司教座はローマのサンジョバン・ニーン・ラテラの大聖堂の司教座を模して作られている。ありがとうございます。